ワルトのスマフラジオ。皆さんこんばんは、私たちボルトです。まずは自己紹介。はい、青山菜の葉、中学1年生12歳です。はい、内藤ルナ20歳です。はい、高市穂19歳です。はい、白浜彩中学1年生13歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は第5回の配信です。5回。5回ということは、期間限定のスマフラジオ、はい、最終回となります。最終回です。最終回、感動のフィナーレです。フィナーレだ。もう最終回。そうなんです。いや、全部聞いてくださった方とかいらっしゃるかな、いらっしゃるかな、いてくれたら嬉しいです ね、はい、なんか私たちもさ、こう今はさ、第1回第2回って全部聞けるじゃん、うん、残ってるから、はい、そのちょっとずつコメントが増えてたりとかそうだ、ね、するのもね、すごく毎回見て分かっていいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして私たちね、7月15日にあの結成2周年記念ライブ、はい、ボルトセカンドアニバーサリーライブをねやらせていただきました。ありがとうございました。そうでした ね、 ね、きっと最高のライブになってたでしょう。あれのあれが良かったよね。それね、それのそれ、はい、うちも思ったわ、それ思った、うん、思いました。あの時ね、すごい本当にそれ、確かにね、あの時のあのナナちゃんが良かったよね。ああ、それを見てるあやちゃんも良かったよ、ね。あ、それを見てるルナちゃんも良かったです。終わらない。はい、あの皆さんってことになってるでしょ、お分かりの通り、これで、ね、ライブやる前に撮っていますので、ちょっとね、はいはい、あのまあでもきっと皆さんとね、楽しい空間が作れたと思いますね。ありがとうございました。はい、まあ、ということで今日はスマフラジオ最終回ということで、うん、皆さん喋り残すことがねないように、たくさん喋っていきましょう。はい、喋ります。はい、それでは早速参りましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はボルトを応援してくださるファンの皆様の提供でお送りします。ちゃんと私の声覚えてくれた？ボルトのスマフラジオ。おおかわいい、かわいい、ちょっと最後怪しかったですね。やっぱ最終回は出したくなっちゃうよね、やっぱ自分でやりたくなっちゃうよね。自分に合ってる方、自分抑えたけど、すごく最後ちょっと出ちゃったね。あ、最終回だから、あ、もうドストレート可愛くいくかなと思ったけど、ね、抑えきれなかったです。ルンバっぽかったです。ちゃんとです。はい、ということでまずはね、こちらの企画から今日はお届けします。ボルトのテーマでトーク。はい、あのここではスタッフさんがね用意してくださったテーマをボックスから引いて、うん、はい、お時間が来るまでみんなでワイワイお話ししていきたいと思います。楽しそうに、ね、はい、こちらに箱があります、はい、大きい、ありますね、示すっていう箱。はい、じゃあ引いていきます。はい、お願いします。お願いします。何かな、じゃん、何かいるかな。お、今悩んでいることはありますか？おお、今悩んでること、いきなり真面目な、確かに悩んでることあるんですか、うん、ある今は、でもここもなんかジェネレーションギャップ出そうじゃない？確かになんか、ね、ちょっと中学1年生の子の悩みとかちょっと気になるよね。ちょっと気になる、気になるんだけど、何何があるの？ちっちゃくちっちゃくても聞くの悩みじゃないんですよね。うん、気になる。なのちゃん、あの夜が蒸し暑くて寝れないんですよ。いや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 。すごい急に。でもあの布団かけるすごいな、うん、かけるの嫌だけど、かけないと朝、うん、あの寒くなっちゃうから、うん、風邪ひいちゃくて。ちゃうから、うん、もうどうすればいいのか分かんないんですよ。ナナちゃんからさ、蒸し暑いって言葉出ると思う。衝撃的な、蒸し暑くて寝れないんすよみたいな感じ。お母さんの会話。お母さん、おばあちゃんの話。意外すぎてちょっとびっくりしたね。どうしていきますかね。なんか対処法とかやってることありますか？うん、お腹だけかけるとか、部分部分にね、部
タオルですか？今かけてるのは。何をかけてますか？布団です。それは暑いですね。確かに。タオルケットとか。確かに。そう、タオルに近い感じのやつ。うん、用意してみます。用意してみます。なんか今いろいろ売ってるからね。お布団名人の方はナノちゃんに教えてあげてください。お願いします。ナノちゃんがぐっすり眠れる日が来ることを願って、ね、はい、行きたいと思います。そうですね。なんかありますか？他に悩みは。私、朝弱いんですよ。うん、夜は強いのに、うん、だから。寝れなくて、うんうん、で、やっと寝て朝起きれないみたいなパターンがあって、うん、で、朝が全然時間なくて、うん、髪の毛やる時間もなくて、ボッサボサで行くんですよ。ダッシュして。あ、学校とかね。だからちょっと朝弱いのを直したいなって思ってるんですよ。私は無理ですね。解決できませんね。私も朝はギリギリで来てる人なので。いつもリュックをもう背負ってめっちゃもう走って、いつも走ってるんですよ。タイマーとかを、うん、私は、うん、タイマーとかを、うん、例えば7時に起きるとしたら、うん、6時55分、7時、7時5分の3分で、ね、5分起きね。で、あと5分寝れるって言って、うん、もう時間って言って、うん、寝ちゃっても5分後に、うん、またかかるから、うん、安心できます。うん、でも、自分の眠りが浅い時に起こしてくれるアラームのアプリとかあるよ、今。ね、例えば6時に起きたかった時に、6時よりちょっと前からなっちゃうけど、うん、自分が一番眠り浅い時とかに、うん、ピロロロみたいな。そうそう。あと寝言も撮ってくれる。え、チー取ったことある？私喋らないの、寝てる時。あ、そうなんだ。全く喋らないの。だから、1、2年使ってるけど、そのアプリ、一回も寝言言ってない。すごい。自分の寝言で起きることあるよ。そうです。あれ？起きそうでいいかな？怖い。それはちょっと叫んでたりして怖いな。いいですね。なんかまさかの中学生らしいのかな、逆に、まあ、学生らしいのかな、起きれないとかっていうのはね。確かに確かに。面白いっす。じゃあ次のいきますか。はい、では続いてのテーマはじゃん、何が来るかな、何が来るかじゃん、お、ズバリボルトの強みは何ですか。おお、グループの質問になりました。ボルトの強み、強み、強み、強みざわ出た出た、ちょっと出た、なんか死語だよね。もうちょっと古いよね。ちょっと今時の言葉を使いたい人。無理がある、強みね、そうそう、うん、強みね。強み何かありますか、高橋さん。ですね、はい、ステージ上での団結力みたいなのはあるんじゃないかなって。先日ね、私たちその、まあ、前もねラジオちょっとお話ししたんですけど、うんうんうん、皆さんにセットリストをアンケート投票で決めてもらうっていうライブがあったんですけど、うん、はい、もうそれも、もう本当にその、なんていうの、いろいろなパターン、もしこのセトリになったら、いや、こっちのセトリになったら、みたいな、うん、たくさんね、レッスンをね、いっぱいしてきたんですけど、でもね、実際、どうなるかわからないから、もうその場で臨機応変に対応するために、なんか作戦タイムみたいなのをね、ステージ上で、やってたんですけど、その作戦タイムやってる時に、あ、なんか、綾乃ちゃんとかも、なんか昔だったら、なんか、どうしますかみたいな感じかなと思ったけど、うんうん、なんかもう、もはや二人の方が、いや、こうだよね、いや、こうだよね、行ける、行こうみたいな感じになってて、ね、なんかそういうステージ上で臨機応変に、なんか、みんながいれば大丈夫みたいなところは、すごいあるかなって思います。おー、よかった。でもね、ライブ、結構、なんだろう、目に見える、成長が分かりやすいって、なんか物理的な成長もなんか、二人で身長とかね。そうそうそう。あと最初の頃はダンスも、ね、歌もまだちょっと始めたばかりでもないけど、だんだん上手くなってきたり、広いステージの使い方もいろんなステージに立つごとに初めて挑戦したりっていうのも、その度になんか発見してもらえるんじゃないかなってね。
思うし、ちゆちゃんも見るたびに美人になってるとか、そういう、そんなことないですよ。ゆなちゃんもですよ。と思いますよ。ゆなちゃんがどんどんテンション上がってるみたいな。バロった。今日は言葉が変わってる。今日の煽りはね、注目してみてください。増やしていきたいですね、はい、強みは、うん。続いてのテーマに行きたいと思います。はい、本当にこれ箱壊しそうになっちゃう。じゃじゃーん。自分の未来はどこら辺まで描いていますか？おー、どこら辺まで？どこら辺？どこら辺まで？どこら辺？いやー、何歳みたいなってことかな。おー、描いてすごい。どこら辺？まだ2人だって10、そうよ。3、12です。そうです。12歳とか13歳ってどこまで描くんですか？明日とか。夜ご飯食べたいな。明日描いてたかな。明日描いてない。ご飯これ食べたいなみたいな。そんぐらい。そう。どんぐらい。絶対1ヶ月ぐらいは描いてるんですけど、でもなんかその時に思い出しちゃうんですよ。忘れて思い出してが繰り返す、私の脳は一回忘れてどっかに飛んでって、でまた急にジャンプして飛んでくるように戻ってくるんだ、落ちてきて、でまた上行ってまた落ちてくるっていうことが多いんで、よたまに思うのは20歳とかになった時の自分がどうなってるかって、ね、想像するの、はい、今13歳で10歳の時もあって、その時とかも結構10歳上だったから、ちょうどそういう時とか結構考えてました、うん、自分がどうなってるか、どうなりたいとか。それはとりあえずボルトのメンバーが大きなステージで、なんか後ろ姿、後ろ姿4人の後ろ姿から、みんなのペンライトのカラーがバーッとあるの、すごい想像してました。その頃の後ろ姿は2人の方がめちゃめちゃに大きいな。ルンパめっちゃちっちゃいみたいな。腰も上がってきちゃう。腰も早い早い。ちょっとまあですね。そうですね。それは。あとは大きなステージっていうのもそうですけど、そういう歌とかパフォーマンス以外にも、なんかドラマとか出たり雑誌とかに出たりもしてみたいので、自分磨き頑張ります。おお、いろんなね面で活躍できるね。はい、なんか私もなんかいろいろ考えるけど、めちゃくちゃ怖いのが、自分っていつになったら家事できるようになるんだろうってずっと。なるほどね。周りができるからもう。なんなら一人暮らししてる友達もいるし、いる、ね、そういるし、もちろん実家だけど、ね、晩ご飯私担当みたいな子いて、え、なんか何の授業で習ったのみたいな。なんだ、家庭科でしょ。そう、家庭科で調理実習って2、3回ぐらいしかなく、え、何習ってんのみたいな思って、ちょっとそれ焦ってる、ね。それ描けてないよ。まだあんまり描けてないよね、それ。でも、25歳ぐらいだったら多分フライパン回してるよ。うん、おぉ、回す。チャーハンが飛んでる。チャーハンが飛んでる。大きなやつで。違うもの目指し始めて。めっちゃ火吹いてる、白い帽子長いの。いや、コックさんになってる。ちょっと違うかも。料理人の目それは違うか。さあ、どうも、まだいけるのかな。はい、ここら辺まで。すごい。ということで、ボルトのテーマでトークはね、ここまでとなります。はい、はい、はい、いっぱいね、お話ししてきましたが、はい、ね、はい、いかがだったでしょうか。なんか普段話さないような、なんか未来のこととかね、確かに、そうですね、とか二人のね、可愛い可愛い悩みも聞けて、癒されましたね。可愛いような、なんかどうなのか分かんないけど、蒸し暑い、蒸し暑いとかね、今ならではのね、はい、はい、ということで、以上ボルトのテーマでトークでした。はい、ではここで一曲お届けしましょう。はい、ボルトでスマイルフラワー。役割を持って生まれた人
みんなの前でラジオを収録したいな。ボルトのスマホラジオ。それなそれな確かにこんな風に可愛くおねだりされちゃったら、うん、みんな ね、ファンの人も来ちゃうよね。来たい。見に来ちゃうよね。どんな感じで言えばいいんだろうと思って。はっはっはっていう。大丈夫。大丈夫。いいのよ、真似しなくてそれは。はい、ということで、次やる企画はね、うん、ラストのスマフラジオ、ね、はい、ラストの企画になります、はい。ラストの企画はこちらです。ご褒美ゲットなるか、せーのでボルト。はい、はい、これはですね、うん、例えば、はい、公園にある遊具といえば、うん、とかね、そういう感じのお題に対して、はい、せーので同時に答えて、うんうん、メンバー全員の回答がぴったり合わせられるかチャレンジするゲームコーナーです。お時間が来るまでいくつかお題に挑戦し、挑戦した回数の半分以上ぴったり合わせられていたらご褒美がもらえそうです。おにぎりもらえるか。おにぎりじゃなかった。いや、これあれですよ。お題によっては、はい、ジェネギアが出ちゃう可能性がありそう。だって合わせなきゃいけないもんね。そうだよね。誰に合わせるかとか、なんか、もうなかなか難しくなってくるね。自分が一番、本当に一番好きなとかじゃなくて、合わせに行くか。合わせに行くか、ね。でもやっぱラストだから決めたいよね。全問正解。ね。確かに。全問でいこう。全問行かなかったらもうご褒美なしっていうぐらいね。うん。あ、やっぱそれやめときます。半分以上でお願いします。ごにょごにょ。あれ、うん、じゃあやっていきますか。いいですよ。じゃあまず最初のお題はこちらです。水族館の人気者といえば。おお、水族館の人気者、どれも人気者ですけど、どうなんだ。でも難しい、よし。最近行ってない。確かに決めました。私も決めました。早い。うん、あ、でもまあ人気者なんでやっぱすぐ出てきますよね。まあね、なんか一般的にも結構人気そうなやつ。いいよ。行く？行く？せーの、イルカ。あれ、あれ全あれ、それまあこれ練習問題じゃない？これそうだね。そうだね。これ違うかな。ゼロ問目だから。そんな待って。ね、もう早速ダメじゃん、うちら。サメ。サメ？うん。なんだ。イルカって言いました。私もイルカ。イルカ。うわあ。サメ。やばい。さよなら。確かにあやちゃんサメ。そんな前に合わせればよかった。ね、イルカのことなんて全然頭に入ってこない。うん、水族館にあのお仕事で行かせていただいた時は、あやちゃんがサメ生で見たことないから、サメ見てみたいって言ってね、初めて見れたんだよね。そうです。そういうこと考えると、あやちゃん的には主役はサメだったかもしれない。サメでした。なるほど。まあ、どっちも人気なのかな。イルカ行ったことなかったな。そっか。面白いわ。まあ、イルカがいるんだ。まあ、半分以上正解すれば大丈夫ですか。じゃあ、続いてのお題に行きたいと思います。はい。人気のスポーツといえば。なるほど。やっぱりもうちょっとじっくり考えます。大丈夫かな。難しいね。これどういう世代じゃないけど、世代どういう系なんだろう。規模そうだよね。学校とかまたいろいろ。あ、なのかもう本当に大きい大会ってか、うん、何、人気のスポーツね。スポーツ大丈夫そうですか。みんな見たく、どう、よし、いける、いけます、いける、またかも、いいかな、大丈夫か、はい、大丈夫か、いけます。せーの、サッカー。絶対やばくない。怖っ。俺なんかちょっと気持ち悪いね。いつもなら合うのにね。そうね、いつもなら合うんですよ、本当に。あれ、何でしたっけ。何、私はサッカー。私もサッカーだ。サッカー、陸上。さっき
と同じ3対1 で2だったら逆にあやちゃんギリギリまで2択で悩んでた。じゃあ何の2択だったの？テテニス。テニス違う。それも違ったか。あやちゃんテニスかバスケとかそこら辺の2択かなってちょっと思ってた。私もバスケかサッカーかなって思ってた。はい、なんかこう2人が小学校が近いじゃん、どっちかっていうと年代で言うと、はい。だから小学校とかってサッカーやってる男の子多い、なんかイメージがあるから、ね、うん、わかんないけど。わかんなくて。面白い。あやちゃんの学校では陸上が人気なんだよね。陸上が人気な学校。ね、強い学校なのかな。多分違うと思う。フォローが。まだあのチャンスありますね。はい、はい、チャンスが。まだまだ全然ありましょう。じゃあ続いてのお題はこちらです。はい、小学校で飼っている定番の動物といえば、わかりました。いけるかも。小学校で動物はいました？いました。いました。なるほど。今いないかもしれないけど、私いけるんじゃない？いけるよ。そんな種類ないよね。うん、小学校で、ね、うん、これだけはいける気がする。行こうか。もうなんない。いける。これ一択だ。うん。はい。はい、よ、せーの、うさぎ。なんかめっちゃ感動するこれ。めっちゃ感動する。うさぎありがとう。大丈夫だった。ありがとう、よかった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。よかった。大きい方で。大きい、どういうこと？なんかメダカとか。ああ、金魚とかね。よかった。一問目じゃん、やっと。みんなでやったの。やっと一問正解できました。正解で合わせられました。はい。じゃあ続いてこの調子でいきたいと思います。味噌汁の具といえば、おー、なるほど。え、食べる？普段味噌汁飲んで？食べます。大好きなんで、そこは一緒だね。いつも給食で出るけど、今日言おうかなと思ったけど、給食ね、今日コーンスープでした。給食ね、味噌汁だったっけな。給食ね、給食どんな、いやでも、いや、わかりました、わかりました。大丈夫？絶対入ってるやつなのかな。え、でもそれも二つある。わかんないね、ちょっと言ってみる。私も大丈夫です。いや、やめとこう。大丈夫？はい、二択あるんだよな。なんで？じゃあこっちにする。オッケー、いいよ、行こう行こう。いくよ、せーの、わかめ。いろんな言葉が聞こえたね、今回。何にした？ななちゃん。私、豆腐にしました。同じだ。豆腐。お、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 ちょっと似てる。あ、わかめ。あ、私、わかめと迷いました。わかめと豆腐迷ったのよ。なんか給食とかそんな感じだったような気がする。私、玉ねぎにするとかだと危ない。玉ねぎ。そっか、豆腐もあったか。お麩？お麩にしちゃった。なんかわかんないけど、パッと出てきた。急にね、わかります。ちょっと違ったのかな。確かにね、そうだね。まあ、よくあることでしょう。でもまた次もね、食べ物系なんだよね、お題は。なるほど。続いてのお題、こちらです。スイーツといえば。スイーツといえば。スイーツ。はい、決めました。どの希望？どの希望？でも、どの希望って言われてスポーツの希望わかるけど、スイーツの希望ちょっとわかんない。何？スイーツ。スイーツといえば。でしょ？まあ、行く？大丈夫？いや、言ってみる？信じて今。言ってみるか。行くか。はい、よし。せーの、チョコレート。あれ、でも待って、ほぼ一緒じゃない？本当？え、ケーキ。あ、ケーキ。ショートケーキ。チョコレート。え、でもチョコレートケーキでしょ？それ。ケーキです。あれ、どっちか。おお、やった。よし、チョコレートケーキでしょ？私の。チョコレートじゃなくてチョコレートケーキだね。そうです。チョコレートじゃなくて、まあ、こうやって乗り越えていくんですよ。まあ言って2問ですけど、まだ2問なんですよ。どうしてもらっても2問っていうのがやばい。ちょっともう半分ぐらいになってきましたよ。ね、続いてこちらです。やばいね、ここからもう聞かせていかないと。卒業式で歌う歌といえば。おお、なるほど。これジェネギャ、ジェネギャじゃない。確かに、ジェネレーションギャップ出ちゃうかな。出ちゃうよね。いや、大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。ルンパン曲名思い出せない人だよね、絶対こういうの。多分大丈夫。本当に多分だよ。二人はね、だって去年、今年、去年だっけ？
去年です。今年か去年行っちゃった。私も行っちゃった。流れで卒業式やったばっかりだもんね、小学校の。はい、え、やってんの。一瞬不安になったんだけど。いける。はい、どう、はい、行けます。いける、いける、うん、ちょっとわかる。せーの、旅立ちの日に。え、誰か一緒。え、私旅立ちの日に。私も旅立ちの日に。あ、内藤さんだけ白い光の中に。白い。でも、それも旅立ちの日。それも。それ旅立ちの日の歌詞だよ。歌詞か。歌詞かい。白い光の中に。光。それで歌始まるんだよ、この曲。さあ、頭の中なのよ。なんかタイトルだっけなと思って、白い光の中に。あ、じゃこれは一緒ってことでいいかな。いいですかね。やばい、ちょっと多分いけるかな。やったー、やったー。ダメよ、タイトル変えちゃダメ。ジェネレーションギャップなかったね。なかったね。卒業式同じだね。よかった。あ、あっという間に終わりました。終わりました。じゃあ今の中で半分以上、うん、合ってたら、お、今どうですか、結果が聞こえてきました。何、うん、ですか。6問中、はい、3問正解です。まあ怪しいのはあったけど、まあまあまあ。怪しいの。まあこんな感じだよね、ボルトは。まあ、やったね。やったね。半分以上。すごい。半分以上合わせられました。やったー。ありがとうございます。最初ちょっと不安でしたけど、よかった。あ、やったね。あいちゃん、後ろ向きは。キャー、ありがとうございます。今、私たちの手元にご褒美が、何かが、ありがとうございます。やってきました。じゃあ、これは、お、食べ物ですかね。じゃあ今 ASMR いますか。食べて。じゃーん、めっちゃ美味しい。カラフルな、あら、これなんだっけ、ゼリー。あ、ゼリーか。フルーツのゼリーが4つも入ってます。いやー、美味しそう。スイーツといえばゼリーって言えばよかった。確かに。やった、すごいよ。無事いろんなご褒美ゲットできました。できました。ありがとうございます。うん、ね、もう どんな手を使ってでもご褒美をゲットするのがボルトですから。そうですよね。そうですね。もうゲットしていかなきゃいけないですよね。だってせっかく用意していただいてるのに、スタッフさん持ち帰るってなんか、ね、荷物にもなっちゃうし、うん、確かに確かに、ね、そうですね、受け取らせていただきますとか言って。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、うんうん、以上、ご褒美ゲットなるか、せーので、ボルトでした。お送りしてきましたボルトのスマフラジオ、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。はい、ではここでボルトからお知らせです。切り替えね。はい、お知らせです。9月1日にセカンドアルバムアティチュードの発売が決定しました。イエーイ。アティチュードです。セカンドアルバム、アティチュード、皆さん覚えてくださいね、タイトルしっかり。アティチュードです。アティチュードです。アティチュード、はい、はい、そしてボルトセカンドシングル、うん、スマイルフラワーも絶賛発売中なので、うん、ぜひたくさん聴いてください。お願いします。はい、そしてボルトはさまざまな SNS をやっています。ツイッター、インスタグラム、TikTok などありますので、うん、ぜひ全部フォローしてチェックしてみてください。はい、お願いします。さあ、第5回の配信、うん、もう終わりにね、近づいておりますが、ののちゃんどうでした？はい、やっぱりめちゃくちゃあっという間だったっていうのと、うんうんうん、その毎回ラジオで皆さんの顔は見えないけど、うん、あの皆さんのことを想像しながらラジオをして、あの、いろいろ楽しい、うん、あの企画とかをすることができてとても楽しかったですし、うんうん、あとはラジオの技術とかもいろいろ教えてもらって、うん、初回よりは少し変わったんじゃないかなって思うので、うん、初回からあの
今の5回目まで、うん、見比べてみたらちょっと面白そうだから見てみます、うん、私も聞き比べ、はい、見比べじゃない、はい、あとはこのラジオを通して、うん、この経験を通して次他のラジオとかに呼んでくださった時に、うん、あのラジオでボルトのファンになってくださる方が増えるように、うん、もっと頑張りたいなって思うので、うん、もっともっと楽しいお話ができるように頑張ります、うんうん、コメントもたくさんありがとうございました。あいちゃんはどうでした？はい、うん、まずボルトだけのねラジオもあんまり経験がなかったりしてたから最初の方とかね、うん、またどんなこと話せばいいかなってまたどんどんなったり思ってたりしてたんですけど、なんか話してるうちにねみんなの口からたくさんなんか納得できること、うん、納得し合えることとかねちょっと笑える話とかすごく面白く楽しい会にできちゃってきてできたんじゃないかなと思う時もあったし、自分でもあのスマホラジオでボルトの話を聞いていて、あの言葉のキャッチボールがうまくできてんじゃないかなみたいな感じでね、あの思ってすごく自分でもその成長がみんなな感じのそのボルトの成長が聞けて嬉しかったので、もっともっと皆さんにまたもう300回聞いても面白いって、300回してめっちゃ充電してるみたいな、400回面白いって思ってもらえるようにね、あのもっともっと成長をこれからしていきたいなって思います。まだねあのコメント、うん、このね下の YouTube の下のコメントでね、うん、いっぱいファンの皆さんがあの、うんうん、質問とか感想とか書いてくださったのすごく嬉しかったです。ありがとうございます。あのボルトのスマホラジオ第5回最終回聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。楽しい楽しそうに楽しそうなテンション楽しそう楽しいじゃあルパンはどうでしたか？皆さん第5回もね最後まで聞いてくださりありがとうございました、うん、結構ね私たちなんだろうゲストでラジオに呼んでいただくこととかもあったりするんですけど、うんうんうん、やっぱあのそういう時とはね違ってまた4人で出ることやることラジオやるのもなかなかあんまりないじゃないですか、うんうん、だから4人で話していくにはこうどうしたらいいのかなとか、うん、あとはあの宣伝とかでね CD の出させていただいた時とは違っても、うんうん、ラジオならではの企画だったりもね、うんうん、いろいろ挑戦させていただけて本当に ありがたいなとも思いましたし、うん、あとはねあの聞いてくださってるリスナーの皆さんが、うんうん、いつもコメントをくださったりあの楽しみにしてるよとか、うん、聞いたよっていう言葉をくださったのでこうリアルで皆さんの声はね聞いてないけどすごくそばにいる感じがして本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、これからもいろんなラジオに出演させていただけたりボルトでもラジオができるように私たちも成長していきたいと思いますので皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで皆さんスマホラジオね最終回も聞いてくださってありがとうございます。こうなんだろうやっぱね4人だけっていうのもあって、うん、やばい話すこといっぱい考えなきゃと思っていろいろパターン考えたりとか最初の方めっちゃ緊張してたりしてたんですけど、なんかもうその考えてたことじゃない別のことをなんか話しちゃうぐらい、うんうんうん、そのメンバーの空気感とかなんかそのテンションでねあのいい意味で話が脱線してたりとか、うんうん、なんかねその場その場でなんか自分があの考えてたこと以外のこともたくさんねお話できたりとかしてすごくねなんかみんなで楽しく話せたなって思います。あとはこうソロトークとか、うんあのエチュードにも挑戦したり、はい、あの結構挑戦事もあったりとか、うん、こう年齢差がある私たちならではのジェネレーションギャップのね、うん、あの企画もあったりとかできたので、うん、すごく楽しかったなって思います。またねこう私たちが、うんまあ、1人だったり2人だったり全員だったりね他の、うん
ラジオに呼んでいただけた時はね、今回学んだことをね少しでも活かせるように頑張っていけたらなと思います、はい、うんうん、そしてこのスマフラジオはね、まあ、期間限定の配信ではあったんですけど、はい、YouTube でね後からも全然聞けるの で、ぜひぜひ何回でも、うん、300回でしたっけ、400回聞いてくださったら嬉しいです、はい、コメントも質問もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、うん、もう本当にね終わりの時間になります。はい、なります。またいつかねボルトのラジオが始まる時には、うんうん、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上私たちボルトでした。またね。この番組はボルトを応援してくださるファンの皆様の提供でお送りいたしました。